じゃあさ、お正月と言いますと、ね、いろんなスポーツもやってるんですけども、何かこう、お正月は見られるスポーツってありますか？実業団の駅伝から始まって、はい、箱根駅伝があって、はい、高校サッカーがあって、高校ラグビーがあって、はい、まあ時間があれば見るけどね。昔はサッカーの天皇杯があったんだけど、今10月か11月にやるようになっちゃったでしょ。だからそれがちょっと残念ではあるんだけども、まあ正月って言ったら本当スポーツ目白押しだよね。秋田工業出身ですね。高校ラグビーなんかやっぱり秋田に対見られたりしてたんですか？ああ、高校ラグビーはね、秋田工業のやる試合ってのはなかなかテレビに映んなくてね。あ、そうなんですか。まあ優勝から遠ざかって50年くらいなんじゃないのかな。昔は優勝できなかったら学校に帰ってくるなっていうことを言われたくらいの学校だから。ああ、確かにそうだったですもんね。だからそれが最近は出るだけにとどまっちゃってるっていうような感じでね。まあ、それだけよその学校が強くなったっていうのと、高校に入るのに分散するようになったっていうのもあるんだろうと思うよ。昔は100メートル200メートルの全県で優勝したやつがラグビー入るとか、柔道で勝ったやつがね、ラグビーやるために秋田工業に入ってくるとかっていうのはあったけども、だから秋田工業のラグビーと秋田商業のサッカーっていうのは2本立てで考えられてたようなもんでね。落合さん、ラグビー部に誘われなかったんですか？誘われましたよ。やろうと思われなかった？思わなかった。あの練習見てたらきついわ。お時間あればじゃあ高校ラグビーなんか見られてるってことですか？あ、見ますよ。ちょうど大学のラグビーもあるでしょ、はい、どっちかって言えばラグビーの方が好きだけどね。あ、そうなんですね、うん、それだけ身近に感じてたっていうことなんだろうと思うけど。ワールドカップもね、23年行われますから。あ、そういう意味ではラグビーちょっと盛り上がるんじゃないのかな、はい、うん、2019年あれだけ盛り上がったんだから、はい、まあ、サッカーがこれだけ盛り上がったんだからラグビーも盛り上がるでしょう、おそらく。ラグビーのことも今後はちょっとお聞きしていきたいなと。素人が何を言うんですか。いや、もう見て楽しむだけですよ。東芝が弱くなったっていうだけであってね。あ、そうです、うん、名前が変わっちゃったでしょ、はい、名前変わったから昔の名前、チームの名前が何だったのか全然分かんなくてね。だあれも良し悪しだなと思うけども、まあそれは覚えなきゃいけないんだろうけどね、はい、新しい名前も覚えていただいて、はい、しっかり観戦していただければと思います。はい、よろしくお願いします。